皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。中学校の歴史3分チェックプラスアルファ、今回は4つの文明と川の名前、これを覚えていきます。この4つの文明というのは教科書に出てくる4つの古代文明、それとその文明が生まれた川、これを覚えるんですね。動画の作りとしてはまず3分でこの川の名前と文明の名前を覚えます。次に文明の名前から川の名前を答える練習、その次には川の名前から文明の名前を答える練習、最後に地図上の位置から文明の名前、川の名前を答える練習、このように進めていきます。では始めます。まず A のところ、これアフリカ大陸ですけれど、ここのところで生まれたもの、これはエジプト文明です。川はナイル川の流域で生まれました。それから B のところですね、ここはアラビア半島です。アラビア半島の根元のところ、川は2つあります。生まれたのはメソポタミア文明、川はチグリス川とユーフラテス川、この2つの川に挟まれたところ、ここで生まれました。 C のところ、ここですね、ここではインダス文明が生まれています。川はインダス川です。このインダスとインダス、どちらも同じなのでこれは覚えやすいですよね。それから今の中国のところ、上は黄河、下は長江という2つの川があります。ここは中国文明で、黄河と長江の流域で生まれました。もう一度確認すると、A の部分で生まれたのがエジプト文明、川はナイル川、それから B のところで生まれたのはメソポタミア文明、川はチグリス川とユーフラテス川、これに挟まれた地域です。 C の部分で生まれたのはインダス文明、川はインダス川ですね。そして D の部分で生まれたのが中国文明、これは黄河と長江の流域で生まれました。では穴埋めでチェックをします。最初に文明の名前から川の名前答えていきます。文明の名前から川の名前を答えていきます。まず A のところ、エジプト文明、これはナイル川の流域で生まれました。 B のところ、メソポタミア文明、ここですね、これはチグリス川とユーフラテス川、これに挟まれた地域で生まれました。 C の部分、ここです、インダス文明、これはインダス川の流域で生まれました。そして D のところ、中国文明ですね、中国文明、これは黄河の流域、長江の流域で生まれました。もう一度いきますね。 A のところ、これエジプト文明です。これはナイル川の流域で生まれた文明です。 B のところ、メソポタミア文明ですね、これはチグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域、ここで生まれました。 C の部分、インダス文明、これはインダス川の流域で生まれました。最後、中国文明、 D の部分ですね、これは黄河と長江の流域で生まれた文明です。では次は川の名前から文明の名前を答える練習、これに入っていきます。それでは川の名前から文明の名前を答える、この練習をしていきます。 A のところ、ナイル川の流域で生まれたもの、これはエジプト文明です。 B のところ、チグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域、ここで生まれたものがメソポタミア文明でした。で、 C のところ、これインダス川の流域で生まれたもの、これはインダス文明ですね。そして D のところ、黄河と長江の流域で生まれたもの、これが中国文明です。もう一度やると、 A の部分、ナイル川の流域で生まれたもの、これがエジプト文明です。 B の部分、チグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域、ここで生まれたもの、メソポタミア文明ですね。そして C のところ、インダス川の流域で生まれたもの、こ
これインダス文明。そして D のところ、黄河と長江の流域で生まれたもの、これが中国文明です。では最後に地図上の位置から文明の名前、川の名前、これを答える練習をします。では地図上の位置から文明の名前、川の名前、両方とも答える練習をします。まず A の部分、これエジプト文明でナイル川の流域ですね。 B の部分、これはメソポタミア文明、チグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域、ここで生まれました。で C のところ、インダス文明、インダス川の流域で生まれたんですね。そして D のところ、これは中国文明で黄河と長江の流域で生まれました。もう一度いきます。 A の部分、これはエジプト文明、これはナイル川の流域で生まれました。 B のところ、これはメソポタミア文明、チグリス川とユーフラテス川、この2つの川に挟まれたところ、ここで生まれました。 C のところ、これはインダス文明、インダス川の流域で生まれましたね。そして D の部分、中国文明で黄河の流域、長江の流域で生まれた文明です。今回は4つの文明と川の名前、これを覚える練習をしていきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。